ダンコナーは、ペンシルベニア州、ウォーリングフォード出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューヨークジャイアンツに所属している。ポジションはラインバッカー。フィラデルフィア郊外の高校時代、USA ト d a y よりトップ25シュプリームチームに選ばれた。2004年には、US All a m e r アメリカンボールに出場している。高校2年時には1500ヤードを走り、29。 td ディフェンスでは160タックル3インターセプトを挙げた高校3年時には231回のランで1807ヤードを走り 28td ディフェンスでは141タックル11サック3インターセプトを挙げたペンシルベニア州立大学に進学しジョーパターノの下で2004年から2007年まで4年間プレー、した三年時四年時には オールアメリカン。2007年11月3日の試合で、ポール・ポスラズニーの持っていた、大学通算タックル数を更新した。2007年、チャック・ベドナリク賞も受賞した。2008年1月のシニアボールでは9タックル、コルト・ブレナンからのインターセプトを挙げて、チーム MVP に選ばれた。2008年の NFL ドラフト3順で、カロライナ・パンサーズに指名された。 開幕から3試合、主にスペシャルチームで起用された。ミネソタ・バイキングス戦で ACL を断裂し、シーズン絶望となった。2010年、オフシーズンにトレード話が浮上したが、チームはベテランのナイル・ディグスを放出し、この年彼は先発、ラインバカーを務めた。11月7日のニューオーリンズ・セインツ戦でデンブを負傷し、シーズン絶望となった。 2012年3月15日、ダラスカウボーイズと契約を結び、大学時代のチームメイト、ショーン・リーとチームメイトとなった。この年、14試合に出場し、5試合でウィークサイドラインバッカー、シーズン最後の3試合でミドルラインバッカーとしてプレーした。2013年3月11日、カウボーイズを解雇された。3月16日、 ニューヨークジャイアンツと一年契約を結んだカロライナパンサーズ時代のコーチロンリベラによるとコミュニケーションに優れたタイプではなかった。ありがとうございます。